ブガッティサーキットはフランスのルマンにあるサーキットである。非常設の行動コースであるサルトサーキットに増設する形で1966年に作られた。ルマン24時間レースにおいてはサルトサーキットを全面使用する4輪に対して2輪がこちらのみ用いて開催される。サルトサーキットとの併用する区間はターン14レコードモントからターンゴラチャッペル。 までとピットレーンやパドックなどの諸設備である。1967年には、会一のフランス GP が開催された。開催は、この一度のみで、以降は、ポールリカールサーキットやマニクールサーキットで行われている。また、ロードレース世界選手権のフランス GP では1967年から、ポールリカールなどと交互に行われていたが、2000年以降は、 毎年ブガッティへ固定されている。ブガッティサーキットとサルトサーキットのレイアウト2013年、現在のコースは全長4185メートル、幅13メートルで、左コーナーが5つ、右コーナーが9つの合計14のコーナーでレイアウトされる。高速コーナーのダンロップカーブ以外は中低速コーナーであり、コーナー間のストレートも非常に短い、 典型的なストップゴータイプのコースの一つとして知られている。トップスピードは低く、平均速度が比較的低いコースである。コースレイアウトは安全性向上のために回収が数回行われている。主な回収箇所として、前述のダンロップカーブの後半部分にダンロップ試験を増設。高速コーナー、レムーゼイを中速コーナーに変更するなどである。 コースの回収を繰り返したため、テクニカルコースの色合いが強くなっている。メインストレートは450メートル、バックストレートが674メートルとともに短い。トップスピードはメインストレートを抜けて、ダンロップカーブの侵入中に計測される。2013年現在のレコードは、モートジッピークラスが、 エクトル・バルベラが2013年に記録した時速 309.1km、元にクラスでは、マルク・マルケスが2011年に記録した時速 263.5km である。ルマン・アルナージュ飛行場がコースに隣接しており、レースのテレビ放送の際に、ダンロップ試験員の横から、軽飛行機が離着陸していることがある。ありがとうございます。